京都府北部に位置する与謝野町かつてはチリめ産業で大いににぎわいましたが今は農業が基幹産業お米をはじめいろいろな野菜が生産されていますそんな農業の町与謝野を盛り上げようと滝金谷地区の住民が中心となったイベントが。 地元で採れた食材を使った料理の振る舞いや加工品などが販売され朝から大勢の人が詰めかけましたその賑わいの中心にあるのが良さの野菜の駅以前は町の第三セクターが運営する道の駅でしたが経営難で閉鎖危機感を持った地元の農家融資が新たに直売所としてオープンさせました 最初はやっぱり野菜の数も少ないしお客さんの数も少ないしということでなかなか売り上げもね上がれなかったんですけどもだん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 年を重ねるごとに、えっと、お客さんも増え農家もまたここが売れるようになったら農家の方もやっぱり増えてくるんでやっぱり農業しかないいうとちょっと語弊があるかもしれませんがやっぱり農業中心にやっていかなあかんかなというのはありますよね。はい、新公開のメンバーとなって出荷する生産者も増え 今では道のの駅時代と比べ2倍以上の売上売りげを記録。今回のイベントでは生産者自ら加工品などを販売して地域に元気を呼び込んでいます農業の力で新たな地域づくりを進める伊藤さんたち今期待を寄せているのが JA グループ京都が全国に先駆けて打ち出した新制度です。それが… JA ではこれまで農業を仕事にしている人は正組合員 JA バンクなどを利用する人を準組合員とししてきました。同じ組合員ですが議決権があるのは正組合員だけでも今や非農家である準組合員が増え地域に根ざした活動をしていくにはすべての組合員の力を結集する必要が出てきました。 そこでで組合のルールーある定管を変更、す全ての組合員が同じ立場でで活動できるようにしましまた我々 JA も以前は農家のためだけやって言うとったらいけたんやけどもう時代が変わって地域のための農家を作るんやという形に変えたらそのためには農協自身も地域のためになる農協に変わらないかんと。 みんなの組織のために定款変更したいから府内で一番早く去年の10月に定款変更した JA 京都まずは職員が組合員の家を一軒ずつ回り定款変更の趣旨と新たな組合員資格について説明しましたこれまで同様出資金を出して手続きをすれば 誰でも組合員になれます。ただ、議決権を誰が持つのか明確にする必要が。そこで地域の農業にどういった形で関わっているのかを項目別に点数化しました。合計が JA の定める点数以上になれば議決権がもらえるという仕組み。農業を通じて地域づくりをしたい人にとっては、 あとどんな活動をすれば議決権を得られるか明確に分かります。みんなと同じ位置に立てたっていう感じですかね。今まではちょっと一歩したっていう感じでしたけどね。はい。総大会に出てもですね、あの準組合員は議決権がなかったんですね。それと意見も言えなかったですし。準組合員だった大さん、議決権を得たことで、 新たに提案してみたいことがあるのだそう。案内してもらったのは家庭菜園。田んぼの一角に作った畑でいろいろなものを栽培今のところ自家用が中心ですがいいものができたら直売所出荷にもチャレンジしたいそう。そこで問題になるのが、 長被害もも皆さん深刻ですすし今も困ってますだからそういうねお願いとかあの一応勉強はさせてもらったんですけどねこういうふうにして防ぐとかいうのはなのでまあ来なくなればそれが一番いいんですけどそこら辺もまたお願いをしていこうかなと思ってます、はい、集落全体を囲うような柵をつけるには地域全体で話をし自治体にも協力を求めなくてはなりません。 同じ組合員として意見を出し合い解決策を見つけていきたいと考えていますもう一つ今タイさんが愛用しているこのバッグ組合員制度改革を機に発足した協議会に加入すれば漏れなくプレゼント農業をする市内にかかわらず同じ組合員として地域づくりに参加してもらうため府内の農産物を買って食べて その魅力を他の人にも伝えていこうという活動を広めようというのが狙いです。賛同いただければ、まああの入入っていただけると、そしてまた入っていただいた暁にはあの一緒になって、えー、J グループの一員としてあの農業なり地域の活性化発展にまた一緒に参加して活動もしていただけると、まあそういう良い仕組みやあるいは機会やというふうに思っております。予佐野町では。 一度は閉鎖された道の駅が生産者をはじめ地域のみんなの力で新たなにぎわいの場へと生まれ変わりました25年前京都市内から新規就農者としてこの町に来た伊藤さんその時に感じたのが地域の結束力の高さかつては鉄道もありにぎわった与謝野の町に農業を通して活力を生み出したいと思っています みんなが話し合いできる場を作ってみんなでその地域を運営していこうとそのための,あの JA は大事なみんなの組織やと農業と一緒社会も一緒種まいて育ててほんでみんなで収穫をしてまた種をまくこれをやることがいいのかなと。